おごめーん。大分の高っち親方です。今回は久しぶりに、まあ、男性バンドディーンの話題です、えー。今回ですね、ディーンのライブツアー Break 23の福岡公演に参加いたしました。まあ、正直、この中での開催やですね、参加については様々意見はございましょう。まあ、ただ、えー、コロナのですね、対策をした上で楽しんでまいりました。まあ、実際に行われたイベント、 ま、その楽しさや魅力の紹介。そしてですね。まあ、今後、このツアーに参加されるご予定の方への何かこう参考になれば幸いという思いで、えー、今回、あえてですね、レポートをさせていただきます。えー、なおですね、えー、前半は、もうあの、セットリストのネタバレなしの、まあ、オーソドックスな、大まかな感想。そして後半からは、あの、セットリストを実際に交えて、まあ、私なりの感想をご案内いたします。えー、そのためですね、 まだこれからちょっと参加するからセットリスト見たくないという方は申し訳ございませんが前半までのですねご視聴をお勧めをいたしておりますそれではですねディーンのライブについてご紹介いたしますどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたしますさあ前半戦ネタバレなしのえ今回のツアーの紹介そして福岡公演の大まかな感想をご紹介いたします今回のですねえツアーテーマポップインシティということで 今年1月にディーンがですね、シティポップのカバーアルマも出されました。それを引っ下げてのツアーとなります。当初は今年2021年の1月から全国各地で行われる予定でした。しかし、このコロナの影響で一旦延期となりまして、この4月から5月にかけて全国各地で行われる。まあ、延期となりましたで。福岡につきましては、 当初は2月5日の金曜日の開催予定でしたが、今回、えー、丸ごとちょうど3ヶ月移動して、5月5日のですね、えー、子供の日に行われることとなりました。まあ正直なところですね、えーまあ、コロナの関係もかなりありますし、まあ実際、まあ本音言うとですね、この福岡公演、当初の予定も変更後の予定もですね、ちょっと私にとっては、ちょっといやらしい日程かなと。 こう休みを取らなきゃいけないなっていうところを心配もありましたけどもまああのなんとかまあ今回は休み翌日取れましたのでまあ参加することも可能になりましたでまあ正直なところあとですね実際あの私の以前の動画やブログをご覧になった方はご存知でしょうがあの私昨年の秋もですねサマーリゾートライブというです、ね、夏のツアーにまあ神戸公演チケットまで取ってたんですが。 まあちょっとコロナ禍の影響でちょっと泣く泣く直前で断念することとなりました。チケットも本当浮いたままで申し訳ないですし、ちょっと私自身もかなり悔しい思いをしたというのがありました。まあその思いもあってなんとかこのブレイク23に参加したいという思いはもともと強かったです。で、今回はですね、ゼップ福岡で行われました。えー、もうあの、福岡のですね、ペイペイドームの近く。で、この日がちょうどですね、えー、プロ野球があって、 ね、ソフトバンクホースクスと楽天の、ね、戦いで結果引き分けだったんですけれどもまあ本当まあゼップ福岡の近くもねそのプロ野球側にいた人が多くてしかもこのディーンのツアーあの野球を見てディーンを見るというダブルヘッダーの方も数名いらっしゃいました。ね、モリさんもも驚いておりましたけれども えーまああのー、最近はですね、ハロコンの福岡公演、結構私も参加してましたけども、ずっとあのー、サンパレスの方で行われてまして、あの、畜生のイメージだったんですけど、今回久々の ZEP であ、ちょっとあのー、うちからちょっと若干遠くなるなということと、ZEP は忘れてましたけど、あの、ワンドリンク必要ですからね、あの、600円。えー、で、あの、飲み物をですね、1本購入をしてください。その ZEP 福岡、今回私は、えー、ファンクラブで撮ったんですけれども、 1>, えー、1階の、えー、中央ブロックの、まあ、いやいや山根さん側寄りだったんですけれどものほんと真ん中らへん、えー、前から8列目でしたね、えー、本当に真ん中のところ余談ですけどチケットにはですねここ8列目、まあ、1階の i 列なんですよアルファベットの HIJK の i なんで私最初チケット見た時にお1階の 回一列だと思ったんですよ。数字の1、1に見えたんですよ。だから、おこれ、こ岡ね、あの、大分公園以来のう最前列だと思ったら、よく見たら、あの、アルファベットで、まあ、真ん中でした。とはいえ、この ZEP のですね、えー、真ん中でも結構近かったです。ね、あの、結構池森さん、山根さんも間近に感じられてです、楽しく、えー、ですね、パフォーマンスをですね、楽しめました。 そしてですねまああのー、今回ちょうど実はディーンのライブ自体は結果的にはそのちょうど1年まあ3か月前の、えー、それこそゼップ福岡での公演 Break22 の時で、ね「オール・ユア・リクエスト」の時以来だったんですけれどもちょうどまあディーンがですね久々見ること生番演奏できたのがこのまた福岡の地というのも縁が深いですしやはりこのですね バンド今回、あの、サポートメンバーも入ってますし、ドラムの方はですね、なんと九州、宮崎県出身という方で、また縁がありました。で、このね、あの、最近はどうも、池森さんイコール、蕎麦好き、ね、山根さんイコール、クイズノーベル賞で優勝された方とイメージは強いんですけれども、いやいや、あの、そばやクイズだけじゃない、もともとミュージシャンなんです、ね、ディーヴァというところをですね、この、 ミュージシャンディーンを久々にこう生で楽しめたというのがかなりこう大きいう、まあ、嬉しかったことです。で今回ですね、あのーまあ、コロナ対策ということで様々な、えー、対策も取られています、えー、事前にですねいろいろ連絡先など個人情報を書くこともありますし、えー、チケットは自分でちぎってそしてテレビの消毒は行いますで検温も行いますでマスクは着用で座席も1つ間隔でやってます。 ゼップ福岡の場合は希望者にはフェースシールドも配られていました。でですね、えー、ただ、東京公演の時は皆さん座ってたらしいんですけれども、あのガイドライン上は立つ分は OK だそうです。ということで、福岡公演はほぼあの、ね、90分のコンサートだったんですけど、ずっと立ちっぱなで、えー、応援してました。あもちろん、歓声は出してません。でですね、えーまあ、90分ということで、通常のツアーは、あのー 2時間30分、150分なんですけれども、今回、その、内部べ密閉している時間を短くするということで、サマーリゾートドライブに続いて、90分以内で終わるという、まあ、短めの公演で行われていました。えー、まあ、あとですね、通常行われているシャーメーコーナーなどはなくですね、もう結構し、パンパンパンとこう、カウントダウンライブの、えー、12時迎える前の、 ですね、年を越す前のこうなんかあの慌ただしさというかどんどん薪でやってるあのイメージを若干感じましてなんか懐かしい、ね、思い出もございますで福岡はですね2階席まで埋まってましたまあ,あの座席はもともと入ってもマック、ね、半分しか入れないんですがまあ私の見た限りちょっと前の方が若干空いてましたけどもまあ7割ぐらいかなというところでしたまあねやっぱコロナという ね、見えない時のやっぱ心配ということとまあ,あの私はね次の日休み取りましたけど連休の5連休の最終日なんでねもしかしたら次の日から仕事という方も多かったんではないかと予想します。まあそんな中でも山根浩二さんねリーダーが毎度ねおっしゃってますけど5月5日という子どもの日の、ね、日に。 様々なレジャーがある中で、ディーンを選んでくださってありがとうございますっていうね、まあお決まりのトークテーマもあって盛り上がりましたけどもね。まあ無事にですね、あのー、なんだかんだありながら福岡もですね、楽しむことができました。本当にあのディーンの皆様ありがとうございました。ということで前半ですね、あのー、セットリスト、曲名もなしでですね、大まかに、えー、ご紹介をいたしました。あのー、 まああのこれからねライブに参加されるなどで、まあ、セットリストはまだ見たくないという方は恐れますがもう間もなくで前半いったん中締めを行いますので、えー、そこまでね本当お付き合いありがとうございました、まあ、ディーンの皆様最後おっしゃってましたけども、えー、ま,あまず7月に7日に今度ですね新しいアルバム「トワイライトシティ」出ますあのディーン版のシティポップのアルバムが出ることを告知されてました そしてもう一つ、やはりこのコロナの影響はかなり今厳しいのでですね、場合によっては、今後の公演、まあ、名古屋、今度、ね、仙台とか名古屋とかありますけども、大阪とか、えー、もしかしたらまた延期や中止もありうるかもしれないので、そこはご承知おきくださいというお話もございました。のでですね、今後、あの、いろいろ情報をですね、D、えー、の公式ホームページなどをご確認されることをお勧めいたします。 ということで、前半は以上でございます。えー、ここまでお付き合いいただい、ね、いただいた方ありがとうございました。そして、いや、ね、セットリスト知りたいとかね、知っても OK よ。もうあの、私、東京、福岡で賛成し,し,しましたので大丈夫ですよという方は、えー、引き続き、この後ですね、えー、10秒後ですね、お会いしましょう。それでは、また さあ、後半戦お待ちかね。えー、今回セットリストを、えー、ご紹介します、えー。今回ですね、90分ということで、まあ、全部、実は、えー、アンコールもあるんですけれども、15曲で収まりました。まあ、通常だと23、4曲とか行くんですけれどもで、基本的には今回ね、先ほど申し上げました通り、えー、ポップインシティに収録されているアルバムをメインで行っ、ね、披露します。ただその中でも、ディーンオリジナルですね、あの、もう、 代表曲から「をっ隠れた名曲」で私自身ほんと聴きたかった「あこの曲は聴けた」というのセットリストです。まあ、全部は ね、紹介したいところなんですが、今回は申し訳ございません。まあ、時間の関係上、えー、赤いですね、河川を引いている5曲をメインにご紹介をいたします。まず、えーっとですね、1曲目のダウンタウン、そして8曲目の悲しみが止まらないですね。えー、ダウンタウンはこの全体のオープニング曲。で、悲しみが止まらないは、ジターの後半戦。これ真ん中の中段は後半戦で、ほぼロックメドレーです。13枚以外はですね。 でアンコールでこう3段に分けてますけれどもでどちらもねこうダウンタウンも悲しみは止まらないも盛うりう上がる、えー、シティポップです。でまあ私の実は個人的な予想ではですねこれ1番と8番私逆で来ると思ってました。 え全体の一番が、もうアルバムの通りですね、悲しみが止まらないで幕開けすると思って、そしてあの後半のロックメドレーの最初がダウンタウンでこう、ダウンタウンへ繰り出そうで、実際ダウンタウンにこうみんなで繰り出して、こっからロックのメドレーが始まるよっていうコンセプトで来るかなと思いましたが、実際は逆でした。ただですね、どちらもこう、それぞれパートの始まりにふさわしい明るい曲です。 で、ダウンタウンですね。えー、山下達郎さんいるシュガーベイブさんのカバー曲ですが、これね、本当あの、今回のアルバムの中でも大好きな一曲です。これ一つ実は、個人的な注目なんですが、えー、実は、この一週間前ですね、4月の終わりに、アイドルグループ、ハロープロジェクトの JUICEJUICE というグループが実は同じくダウンタウンをリリースされました。こちらシングルでリリース、ね、されております。 私も購入したんですが、この若い女性が歌う、またダウンタウンもかっこよくなっております。ので、ぜひ、あの、まあ、私、ディーンオータと、今、ハロープローオータを兼任しておりますけれども、ジュースジュースおばあちゃんもよろしくお願いしますということで、あの、動画も作っておりますので、よろしければご覧ください。逆に、ジュースジュースのその新曲リリースの時に、あの、ディーンの宣伝もしっかりしておりますので、ご安心ください。そしてですね、えー、続きまして7番目の これ、ディーンのオリジナル曲なんですけれども、願いというバラード曲。ね。まあ、あの、このディーンご存知で、この動画をご覧いただいている方は結構、あの、ご存知だと思うんですけれども、これ、あの、隠れた名曲で、ね、本当私大好きなんですよ。あの、2009年の11月ぐらいにリリースされました。えー、まあ、失恋の、えー、バラード曲で、えー ですね、あのパリスマッチさんという男女2人組の,あのボサノバの、えー、アーティストとコラボされている曲でしてミュージックビデオは、えー、水野美紀さんが出ているですねあの結構印象というかいろんな方とコラボしている隠れた名曲でございます、えー、この曲ですねあの今まで私はあの武道館のバラードのですねメドレーで2回聴いたことありますがやっとフルコーラスで聴くことができました まああのフルコーラスは確かにブレイク14ですねそれこそ2009年のこの「願い」というタイトルの時にフルコーラスされてて多分そこからほぼフルコーラスなかった気がしますけれどももうようやく来ましたあのー、私まあ一番好きな曲は「t ィー n a ージャ r Dream」ですけれども t ィー n a ージャ r Dream を初めてフルで聴けた時ぐらいの本当感動がありました、まあ、この曲はですねまああのー、本当大学時代の思い出があって まあ失恋の歌ですけれどもまあ私これリリースされた時にちょうどまあ同じような体験があって甘酸っぱい思い出があることと、えー、この「願い」という曲をですね、えーのまあ、リリースで池森さんで全国ラジオ番組に回ってましたで私当時熊本にいたんですけれども熊本のラジオ番組にも生出演されてですね宣伝されてましたでその時に「願い」という曲を初めて聞いてああこのミディアムバラード激しさがあっていいなと。 で、でかつその後ですね、ラジオまあ私公開収録生放送行ってましたそしたらなんと最後あの池森さんと握手ができますよとスタッフさんがおっしゃって池森さんと握手した記憶ありますね。もう本当に池森さん私もう憧れのボーカリストですので興奮したそういう、まあ、思い出補正もありますしあの曲としてもこのまあ別れるんですけれども、まあ、ディーンの失恋ソングあるある別れても、まあ、もしね時を越えてまた会った時は。 笑顔で話そうよとかいうね歌詞が結構あるんですけれどもそれもまあこの「願いも典型例の曲でございますそしてですねこの曲はもう本当あの最後のアウトロですねあのギターが泣かせるのとねドラムがどかすか叩くのこれがかっこいいんですねでさらに今回このね願いがねいい味を出してましたねこのまあアウトロでずっと激しい演奏が続いていく中池森さんだけまあ一回ステージから吐けて着替えるんですね そしてその後、ね後半に突入で、ね、悲しみが止まらないですねにつながるというこのつなぎブリッジがかなりね面白くいい感じで出てたということで今回まあ一つこのですね「ブレイク23」の見どころじゃないかなというふうに思っていますそしてまあ盛り上がる曲ですね基本的に今回もオリジナル曲はあの原曲で言ってますのでこのままとか人見知らさないで1人じゃないわ 本当あの今回結構池森さん声の調子よくて高い声出てましたし本当演奏も今回かなりレベル高かったですねギターベースドラムと本当オールディーンという感じをしましたでこの後アンコールがありまして14番目の間違いない世界これがあのついにライブで初披露ですと言いますか2020年の末だったですかねあのに実はこれ配信限定の曲ですあのまあゲームの アナザー・エーデンとそしてテイルズシリーズとのコラボの企画で、ねまあ、ディーンが、ね、このテーマソングを書いたわけです。えー、この間違いない世界とかアナザー・エーデンの,あのレポート動画も載せ,せてますのでどうかですねあのご覧ください。それでゲームのダウンロードもお願いいたします。あのこれは本当に盛り上がる企画で。 あの、実際ライブ中はですね、あの、サビのところは手を挙げて、時空を越えて、や、えー、って、っていうところは、あの、君さえ入ればのね、振り付けだっかんないです。上、あの、クラップ用ハンドでね、上に、頭の上に手をね、叩いて、拍手する感じの、えー、振り付けとなります。で、最後、えー、ラストエンディングは、えー、夢であるようにです。まあ、これはね、もう往年のですね、名曲で、 まあ私ね昭和末期今年35になりますけど大体私だけ世代,世代の男性っていうのは男子は大体ですねこの「夢であるように」とかまあ一人じゃないあたりでまあこうアンテメントとかゲームソングでディーンのファンになった方多いんですけれどもまあもともとですねこの曲もいい曲と思ってたんですがまああの私自身はまだいい曲好きな曲いっぱいあるよって思ってたんですけれども最近改めてこの「夢であるように」を聞くと あ、や結構こうねあの感想分けのサビからだんだんとこう最初は親身をあつらして歌ってた池森さんも少しずつありのままの僕だったってこう笑顔になっていくとこミュージックビデオとかもそうなんですけれどもそういう歌い方がねだんだん笑顔を取り戻していく映画、ね、池森さんもいいですし今回のこの夢であるように、まあ、ほんと最後だったんですけれども演奏もそして池森さんの声 もうパーフェクトに近いかなりこれいい出来の夢であるようにでしたあのライトもちょっと眩しかったとこあったんで白と青のですねライトだったんですけれどもあのやっぱりこう名定番曲もねでも今回毎回違う味で楽しませてくださいますので本当に全体を通してこう満足度の高いまあ個人的にはですよええー、瀬戸里でしたまああえて言えば個人的にはあの 恋する彼、大竹一さんの聴きたかったですね。まあ、今回残念ながらこうセトリには入ってないんですけれども、あのー、アルバム曲でも本当一番クラスにね好きですし。 えー、そしてまあ私もカラオケでまあ歌いたいなと思ってたらちょっとこのコロナ禍で行けなくなりましたけどもそしてあの先ほど出た「アイドルアロープロジェクト」に絡めて言いますとビヨンズというグループの柴倉梨香様という子がですね昭和歌謡好きでそしてシティ・ポップも好きで大滝栄一さんの話もよくされててさらにこの「恋するカレン」でもね熱く語っている記事などございます。あのーまあ、ディィーーーン、ケン、ケハローウォーターとしてはですねこのシティポップの たま,たまそのハロプロのね好きな子おしなこも好きだということで、えー、本当に、まあ、ディーンとハロプロのおかげで今回シティ・ポップと触れ合えたことに本当感謝をしおります。まあ、こういうことであっという間の90分結構私その聞いてたらお結構長いなと思ってたんですけれども時計一回時計見たらあれまだ60分しか経ってないと。ね、でそこからだんだんと、まあ、最後アンコールとか入っていってまあ だいいいいたた時間半ちょっとと過ぎたかなというぐらいまで行われました、まあ曲は少ないといえどね歓声も出せないといえど、えー、それでもこうギュッと詰まった、ね、あの歌も演奏も非常に今回出来が本当に良かったですしやっぱりこう生で迫力もありますし、ねこうまあ、今回立ってとかちょっとした振り付けも実はありますね「ダンスウィズマイミュー n i c h とかですね出ますので、あのー、本当コアなファンにはねより楽しめる 感じとなっておりますということでですね今回がまあ福岡公園のまあ瀬戸利で多分同じ今回、えー、東京公園も同じで,でしたので多分今後仙台名古屋とか大阪とかもですね同じように続くと思いますのでまあご参考になれば幸いです。えー、まああとはですねコロナが、まあ、ある程度落ち着いてくだされば緊ね非常事態宣言はちょっと長引きそうな気がしますのでですねなまあなんとか。 ね、無事に行われていければ幸いというところで私も願っておりますということでですねほんとディーンの皆さんねスタッフの皆さんまずは本当お疲れ様でしたそしてありがとうございましたそしてですねえー、まあこんな状況の中なんとか無事参加できた、えー、福岡公演に参加された皆様も本当お疲れ様でしたそして最後に、えー、今回ですねこれのこちらのつたない動画に最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました やっぱりね、やっぱディーンはいいですね。あのー、元気いただきます。で、池森さん、山根さん、ほんと、50歳過ぎたとは思えないほど、元気で、爽やかで、かっこいいです。ねビジュアルを拝むという、ね、男は確か男ですけれども、ね、やっぱかっこいいなというふうに思います。えー、ほんといろんな楽しみ方があります。ま,あ、まずはですね、コロナに気をつけて、そして今後も楽しいディーンとですね、人生を過ごせればというふうに思っております。 えー、本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、7月7日のね、アルバムも楽しみでございます。まあ、そんね、レポなどもね、していきたいと思いますので、D ネタ、これからも動画では続けていきますので、よろしくお願いいたします。ね、もしよろしければ、あいいね、楽しそうだったなというふうに思えれば、よろしければ高評価お願いいたします。 そして、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。まもなく、目標であります、最低1000人以上の登録者数、え一年達成できそうですので、どうかあと一押し、よろしくお願いします。千0じゃないですよ。えー、D のネタももちろん紹介いたします。それでは、最後までお付き合いありがとうございました。また